今回は電力電力量と熱量ということについて話をしていきます。まず、最初にこの電力と電力量、ちょっと似た言葉なんでもう一回確認だけしておきます。電力とは何かって言うと、これ1秒間で電池がどれだけ頑張ったかを表すものでした。例えば電池これ、電池をつないだら電流が3、A。アンペア。 電圧が6ボルトだったらこれは何を意味するか。電池から1秒間で3粒が送り出されている。そしてその1粒が持っている勢いが6だ。これを表していました。だから当然電池にとってみると1秒で3粒に6、6、6と与えるので電池は3かける6の18で頑張る必要がありました。この単位これワットというふうに言いました。 また、電力量という考え方もありました。これは何かというと、電力は一秒あたりに対して、電力量というのは。時間も含めた、どれぐらいの時間使ったかも考えた単位でした。例えば、この十八ワット、これをもし。三秒使ったとすると、どうなるか。というと、もちろん、これ一秒で十八。だったら、三秒使えば。三かける十八で。五十四。電池が頑張ることになりますと。 これを電力量というふうに言いまして、単位ジュール J というので表しました。まあこういうふうにして電気回路に電池をつなぐと電池頑張るんですが、その電池の頑張りどこに行くかというと電気製品に行きます。じゃこの電力電力量それとその電気製品で発生する熱これについて見ていきたいと思います。 では続けて電力、電力量と熱量について詳しい計算を見ていきたいと思います。まず今回このシンプルな電気回路を用意しました。電池そして電熱線、まあこれ電気を通すと周りに熱が出てくる線、電熱線、抵抗ですね。じゃあこれについて考えていきます。今回これ電圧5ボルト、電流4.2アンペアということは 電池1秒間でどれぐらい頑張るか電力を出すことができます5。5かける4.2で21。この電池1秒間で21ワットずつ仕事をしていきます。でもこれこの回路もし2分間電気を流すとどうなるかというとこの21ワット これを出すために使った4.2アンペア電流というのが1秒間で4.2つぶという考え方。だから当然出た21ワットも1秒間で21ワット。今回それに2分間流すと当然2分分120秒分かかるので21かける120と出せることになります。そうするとこれ答えは2520となります。こういうふうにこの電力ワットこれに その時間をかけたもの。これ、電力量。をジュールというふうに言いました。今回はこれ二分電気を流すと。使った電力量二千五百二十ジュールというふうに出てくるんですが。これ、実は。電池で使ったもの。電気製品から出てくるものと同じなんです。電池が頑張って仕事しました。 じゃあその結果どこに出てくるかというと電気製品に出てきます今回ここに繋いだ電熱線抵抗これは外に熱をを出すすという仕事をするものだから電池が2分間かけて 2520J 頑張ったそしたらこの電熱線抵抗から外に出てくる熱も 2520J なんじゃないかと分かります。まあ、こういういうにこの 電池でどれぐらいの電力量を使ったかこれを考えていくと実際に電気製品からどれぐらいの熱量が発生するか電気製品がどれだけ頑張ったかこれを計算することもできますこういうふうにこの電力量そして電気製品から出てくる熱量これ同じなんだよこれが今回のポイントですでは続けて 熱量と温度変化という話を見ていきます。これちょっと計算がかなり複雑なのでゆっくり見ていきます。もう先ほどと同じ。5v の電源を用意しまして、そこに。電熱線をつなぎました。この電熱線、抵抗、これ水の中に入っています。これここで発生した熱、これがビーカーの中の水に伝わるようになっています。 言い換えると電気を流すことで電熱線ここにあるものを温めるそしてそれを使ってこのビーカーの中の水を温めるという仕組みです今回はビーカーの中に水200グラムを入れましたで実際に電気を流したところまあ電流計で測ると4.2アンペアでしたちょっと難しいですがこれスイッチを入れて2分間電気を流しますそうすると水の温度 これどれぐらい上がるのかこんなのが計算できたりしますここでちょっと必要な知識が1個あります何かというとこれ水の温度を上げるのにどれぐらいのジュールが必要かなんですが水1グラムを1度温めるこれに必要な熱これが4.2ジュールなんですね一応これのことをもうちょっと1カロリーという言い方で表したりしますが一応今回はもうジュールで使っていきます では実際にに計算に入っていきますこの水 200g ここにこの 5V4.2A で2分電気を流すと何度上がるかというものですいきますまずそのためには電池電源が1秒間でどれぐらい仕事をしたのかそして2分間でどれぐらい仕事をしたのかこれを考えていきますこれ電源装置 5V の力で電子を押します 1>, 1秒間に4.2アンペアずつ出していきます5。5かける4.2で21。つまり1秒間で21ワット仕事をしています。でも今回それを2分繰り返しています。だから2分なので21かける2分分、つまり120秒。ここは単位つけておきましょう。これをすると2520ジュールでした。 電池が2520ジュール分頑張ったということは当然ここの抵抗電熱線も2520ジュール分の熱を出すことができます。でも今回これ4.2ジュールこれを使って水1グラムを一度温めることができます。じゃあこの2520ジュール分って一体どれぐらいの水を温めることができるもんなんだろう。4.2ジュールで1個分でしょ。だからこれは 2520これを4.2で割ればいいとできます25。2520割る4.2で600とできます。今回はつまりこれ水1グラムを一度温めるこれの600倍の熱がここから発生したことになります。でも今回水200グラムですね。だからこの発生した600度分の熱これを200グラムで分けることになります。そしたら。 1> 水 1g あたりは何度上がるかって600を 200g で分けていくだから3つまりこれは水の温度は2分間で3度上がるんだこんな風にしてちょっと難しい計算なんですが電池電源がどれぐらい頑張ったかこれを使って電熱線抵抗からどれぐらい熱が出たか そしてそれによって水がどれぐらい温められるかこんな複雑なのも出すことができるんですねでは今までの内容を踏まえて練習問題に入っていきますまず最初今回ちょっと実験装置が複雑なんで一緒に見ていきますまず今回ここに電源装置がありますでその先に 電熱線とか抵抗というふうに言いますがこの電気を通すと熱くなるものを入れとくそしてそれを水の中につけるそうすると電気を流すとここの電熱線抵抗これがあったまって周りの水を温めていきます今回ここに水は200入れてありますでは問題本文に戻ります。図ののような装置をを使いの電圧を加えた そしたら実際に流れた電流は2.0アンペアだったそうですでは括弧一番この電熱線これですねこれが消費した電力は何ワットかという問題でしたそもそも電力というのは何かというと電源電池がどれだけ頑張ったかこれから考えると分かりやすかったんです8.4ボルトで2.0アンペアこれは何を意味するかというと 電気の流れというのは電子という細かい粒の移動。八点四ボルトの電圧ということは電子一粒が持つ勢いこれ八点四ボルト。でそして二点ゼロアンペアこれアンペアというのは何を意味したかというと一秒間に電気の塊が何塊ぐらいいくか。だかこれ八点四ボルトこれを一秒間で二つ送ったということは電池は八点四かける二つ部分二点ゼロで 十六点八、これだけ頑張ったということになります。これは電源がどんだけ頑張ったか、電源で使われた電力を表すんですが、電源で使われた電力、それはそのまんまここの電熱線に行きます。だから今回は電熱線で消費した電力はいくつですか？というと、電池が使った電力と同じ十六点八、単位は W と書いてワットと読みました。答え十六点八ワット。 では続けて括弧2番に行きます。この実験電流を5分間流し続ける。そうするとこの電熱線ここから発生する熱はどれぐらいになりますかという問題です。これも電熱線ここを主役ではなくて電源を主役にして考えていきます。括弧1番で16.8ワットのように出ました。これは何を意味するかというと。 電源は1秒間で16.8頑張っています。でもこれは1秒間でなんですね。だからもしこれ5分間頑張ったら5分間というのは秒に直すと300秒。なのでこの間5分間で電池はどれだけ頑張るかというと1秒で16.8でしょう。それが300秒分でしょう。といくとこれは5040というふうにできます。これはあくまで 電池がどれだけ頑張ったかいわゆる電源で使われた電力量というお話だったりしますがその分ここの電熱熱線でも熱が発生します電源で使われた電力量が5040だったら電熱線で発生する熱も5040単位は J と書いてジュールと言います。では続けて括弧3番に行きます。 結局5分間電流を流をすそうするとここにある水は何度温められるかという問題です今回は二番で出たこの電熱線で発生したこの熱量 5040J これを使うと 200g の水はどれぐらい温められるかを見ていくんですがこれ問題文の1番最後水 1g を1度温めるのに必要な熱。 これは4.2ジュールであるというのが書いてあります。だから今回まず出た5040ジュールこれは一体何度分の熱を上げるものなのかと考えます。4.2ジュールで一度分でしょ。ということは5040だったら何度分かな。5040は4.2いくつ分かな。5040割4.2をしていきます。そうしますとこれで。 1200とできます。つまりこの540ジュールこれで1200度分温度が上がることになります。でも今回水200グラムあるのでこの1200この温度を200グラムで分けていきます。そうすると1200を200グラムで分けていくので水1グラムあたりは6つまり水1グラムは6度温度が上がるというふうに出せます。 こういうふうにしてこの実験結果でどれぐらいの温度が上がるか、これを計算で出すこともできるんですね。では今回のまとめに入っていきます。今回のテーマは電力量そして熱量というお話でした。例えばこの簡単な電気回路、電圧5ボルト、電流4.2アンペア、そうすると 電池は五掛ける四点二で一秒間で二十一ワット頑張る。もしこの電気回路二分間電気を流す。そうすると二分分つまり百二十秒分頑張ることになるので、二十一掛ける百二十をして電池で使った電力量二千五百二十ジュールと出せる。でもこの電池が頑張った分これはどうなるかというと電気製品に伝えられます。 電池がここで二千五百二十ジュール分頑張った。そしたら、この電気製品も同じ二千五百二十ジュール分頑張るんです。で、ここにつないだのは電熱線抵抗なので。何が仕事かって、周りに熱を出すのが仕事。だから、ここから出てくる熱。これは二千五百二十ジュールなんだよとわかります。かなり難しい話になりましたが。これを使って、じゃあ、水を温めてみます。 何度温められるかみたいな話もありました。今回のテーマはここです。電池などで使った電力量、この2520ジュールに当たるものですが、これは電気製品などで発生する熱量と全く同じ。だからそれを使って実際に電気製品がどれぐらいの仕事をするのか、どれぐらいのものを温めるのか計算することができるね。これが一番のポイントでした。 では次回の事業内容の予告に入っていきます次回のテーマは一転して磁石についてのお話ですこれは棒磁石ですが棒磁石この周りには磁石の力が働いています例えば磁石の周りに金属を置くとこれパチンと引き寄せられますこういうふうに磁石の周りには磁石の力が働く空間がありますこの空間磁界というふうにですが 次回はその「次回そしてその「向き」という話を見ていきます。